はい、のぐきんでーす。今日はね、これ、家からね、5分ぐらいのところ、車でね、今走ってきたんだけど、場所はね、場所っていうか、なんか、私もよくわかんないんだけど、これ、アメリカン、ね、この何のマークですか？逆に聞いちゃいますけど。多分ね、とりあえず何かっていうと、降りてみましょう。ちょっと面白いものがあります。ほら、あったでしょ。これ道沿い、もう本当普通の道沿いなんですよね。それだけど道沿いに戦車が置いてあるでしょ。まあここ時々、まあ前に何回来たかな、 2,3 回来てるかな、5年に1回ぐらい来るの。どう？すごいでしょ、これ。迫力があるよね。いや、ここに帰ったんだ。なんて言うんですか、これ。M60 パッティオン ?105mm ガンタンク。50トンもあるんですよ、これ。50トンスって書いてあるでしょ。ベトナム戦争とか言ってるんだね、ほら。1965年から1985年まで使用されたっていう戦車ですよ。すごいね。見てこれ。このキャタピラがさ、すごいよ。これで走ったんだね、ベトナムは。日本じゃ戦車なんか置いてないでしょ、これ。普通に。置いてたらなんか逆に苦情が来るでしょ、今の日本だったら。もう何でもダメって言うからね。こっちは小型戦車なんだ。すごいね。名前がかっこいいね。M56 スコーピオンだ。スコーピオンだからサソリだよね。これ、わかる？わかりますよね。1957年から。1970年までね、これ。前に来た時、子供をここに乗せた覚えがあるんだ。わ、ここにほら、玉が入るんだ。玉っちゅうか、砲、なんていうの？すごいよね、これ。ほら、俺が開けれるよ、こうやって。へぇー。誰か来た。これ、何の人たちが来てんだろうね。アメリカの、あれかね、退役軍人の人たちなのかな。
ほら、トラックじゃん。来たよ、あれ。何しに来たんだ。見に来たんだ、戦車。乗ってみる、これ。ほら、乗ったよ、俺。乗っても怒られないからね、きっと。すごいね。これ回るんかね。硬いの、これは回らないよね、さすがに。なんか、怒られねえだろ。あ、ほら、見て動くよ、これ。だーってか。あの人は何だろうね。道迷ったのかね。道迷って、おいしょ。おいしょ。なんかあれだね。メモリアル的なことが書いてあるよ。なんか神妙な感じ。こうなってんだよね。貴重だよね、これ。見えますか？見えますか？見てこれ。こっちから見ると、こっちから見るとかっこいいよね。ほら、ほら。すげえ。ほら、このアメリカのね、国旗がね。ほんとアメリカ人ってもうアメリカを愛してるからね、国旗があるんだよね、どこにでも。いつでもある。日本はないでしょ。日本の日の丸は、なんかこう立ててたら逆に恥ずかしいんじゃないの、今の日本人は。ね、そういう愛国心っていうのものはね、やっぱり、この歴史の短いアメリカにね、そういう愛国心がね、日本の方がよっぽど歴史あるでしょ。その辺でね、負けてるっていうのがね、悲しいんじゃないですか。なるほどね。ちょっと向こうになんかあるんだよね。これ私のカマロもあります。かっこいいね、カマロも。戦車に負けないよ。ほらね、パッと見高そうでしょ。高いとは言いませんよ、ね、高そうと高いって違いますからね、さあ何ですか、あそこは。
これバーベキューするとこだ。バンガローだ。うん、バーベキューって書いてあるんだ。ねえ、好きだよねバーベキューが。なるほど。さあもうちょっと見て終わりましょうか。まあこういうさ、日本じゃあんまりね見れないような場所を、まあ今後もね、思い当たるところを、まあ時々ね行ってみましょうか。なるほどね。このドゥルースっていう町なんですよね。はい、そういうことで終わります。チャンネル登録もお願いします。じゃあまた。